はい、皆さんこんにちは。モーターサイクルプロフェッサーの誰も教えてくれないバイクの秘密、バイク教室です。今回はですね、まっすぐ走れないバイクの秘密について解説していきたいなと思います。皆さんも一緒にね、考えていただけると幸いです。まっすぐ走れないバイクと、実際ね、出来のいいバイクはね、まっすぐ走ってくれます。手を離してもですね、左右にぶれることなくですね、まっすぐドーンとね、走ってくれます。しかしですね、現実はですね、なかなか左右のね、重心バランス、これがね、パーフェクトなオートバイってね、なかなかないんですよね。まあ、例えば分かりやすいのは、まあ、マフラーがね、片側にしかなかったりですね、前輪シングルディスクブレーキだったり、まあ、他にはですね、チェーンをね、メンテナンスした時にリアのタイヤがね、微妙にですね、本当微妙ですよ、もう角度でいくと 0. 点、数度ですね、1度も2度もつかないです。角度がついてたり、することもあります。まあ、今回はですね、その左右重心、車両全体ですね、車両全体の重心が左右です、前後じゃないですよ、左右、右か左にね、ずれているとどうなるかということについて検証してみたいなと思います。はい、例えばバイクの重心がですね、右側にずれていたとしましょう。まあ、こんな感じですね。重量加速度で、ね、引っ張ってます、ね。これはね、この絵は皆さんイメージしやすいようにオーバーに表現してますんで、実際はね、もう本当微小です。そうですね、左右重心ずれてるのは本当ね、数ミリです。まあ多くてもね、10ミリから十数ミリ、ずれてます。大体どのオートバイも大体ずれてます。まあ、でもね、30ミリ40ミリずれてるオートバイには、まあ、ちょっと多めにかかったことは、まあ、私の経験上はないですね。でも実際そのね、5ミリとかね、10ミリっていうのは非常にね、効いてきます。はい、ではですね、実際バイクはね、直進ね、走ってます。走ってる時は当然バランス取ってますんで、重心ずれがずれていってもですね、例えば右にね、今回重心がずれてたとしました。そうするとバイクは実際ね、左に傾くことによって、ね、この図のようにね、まあ微妙ですよ。実際の角度は本当ね、なかなか2度3度ないです。もう本当ね、 0. 何度です。傾いて、傾くことでバランスしてね、バイクはまっすぐ走ってくれてます。ここでですね、もしですよ、仮に手をね、ハンドルから離したとしてみましょう。実際ダメですよ、危ないからね、本当は手を離しちゃダメです。今回はまあ、そのちょっとね、実験的に、例えば手をね、ハンドルから離したらバイクはどうなるでしょうというのを考えてみたいなと思います。はい、ステアリングからね、手を離したとしましょう。前輪ね、フロントフォークも含めたステアリング周りですね、ハンドル系ね、操舵系には重心がね、この辺にあります。当然この重心には当然地球のですね、引力が働きますんで、ね、下に引っ張られます。バイク固めてます、引っ張られます。そうするとステアリング周りにはセルフステアが発生します。はい、この場合左に傾いてますんで、セルフステアは当然左側にね、ハンドルを切れるような格好になります。この前実際のそのセルフステアはですね、もう傾いてるバイクが傾いてるかでも本当微小ですから、ステアリングのセルフステアの角度も本当微小です。もう 0. 何度です。もうね、ライダー気がつかないぐらい、ほんの少しです。そしてね、バイク走ってます、走ってるからタイヤ転がってますね、転がってますから、当然前輪は左へ行こうとするわけですね。そうするとこれは、そう、逆走だをね、したのと同じような状況なんですね。そうすると、ね、どんどんバイクは右側へ傾き始めるというわけですね。そうね、どんどん固めていきます。まあ、どんどんといってもね、まあ、これまた本当ね、どうでしょう、一度ぐらいかな本当ね、 0. 何度からね、大きくても本当数度です、ね、
そうすると今度はバイクはね、右側反対側に傾きますから、今度ステアリング周りに再びまたね、地球の引力で引っ張られますんで、ね、セルフスターがまた発生するんですね。はい、今度のセルフステアは右側にね、ハンドルを切ります。これもね、本当微小法です。もう 0. 何度ですね。本当、まあ、1度こういう、まあ、1度でもたまに超えることありますかね。まあ、でもせいぜいね、本当1度前後です。そうしますと、ね、オートバイは右へゆっくりとですね、大きな旋回半径で、旋回し始め、遠心力が発生して、まあ、バランスを、まあ、取ろうと。この時ですね、この遠心力とバランスしているバンクですね、バンク角、これとセルフステアのね量、これがね本当運よくバランスすると、一定の旋回、つまり定常円旋回ですね、安定して曲がっていくこともあるんですが、まあそれはですね、もう超運がいい時ですね。最初はね、なんとなく曲がっているような感じするんですけど、まあ、大体こういう道幅がなくなってくるもんでね、どうしようもなくなるんですけど、まあ、運よくその右にカーブしているのと道が同じように右に曲がっていたとしてもですね、これどん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 進んでいくと、例えばね、このセルフステアとのバランスが崩れてきます。で、一般的にお金は大体ね、セルフステアの方がね強くなってくるんですね。そうするとハンドルを切りすぎることになりますんで、バイクがですね起き上がってきます。そうするとセルフステアが当然弱くなるわけですね。弱くなりすぎると今度またバイク傾くと、傾くからまた今度セルフステアが強くなって、またバイクが起き上がるというふうに、左右にフラフラと、ふらつくような症状が発生します。ではちょっと まとめに、入りたいなと思うんですけど、バイクの重心がずれていると、当たり前ですけどバイクまっすぐ走りません、ね、でも実際バイクみんなまっすぐ走ってます。それはなぜか、じゃあライダーがね、無意識のうちにねコントロールしてるんですね。ハンドルに手を添えるという、添えるだけの力ですね、まあ、この場合右側に重心がずれてると、左側の手がねちょっと押しているようなね感じなんですけども、これはまた本当微小です。もうライダー押してるつもりないんですけど、まあ、実際ハンドルに、ね、手を添えてますんでね、セルフステアが入らないようにハンドルを、まあ、固定はしてないんですけども動かないようにしてるんですね。そうすることによってバイクはまっすぐ走ってます。だけど手を離すとセルフステアが入って、ね、どんどん、右に重心がついてれば右へと走っていくわけですね。はい、まあ、ということでですね、もし右にね手を離すとですね、右に曲がる傾向があるバイクは左側にね、少しほんの少しですよ、荷物をね多めに積むのがまっすぐ走るね、バランスが取る積み方になるかなと思います。まあ、もちろん積みすぎたり、左に積みすぎて左からボンと落ちないですね、気をつけてもらいたいなと思います。まあ、こういうふうにですね、バイクって実は精度よくできているようで本当微妙にズレがあるんですよね。その重心のズレっていうのはほんの数ミリなんですよ。もうこの5ミリ以上ズレてるだけでもうバイクまっすぐ走らないということになりますんで、こういうことを、ね、もし安全なところで試してくださいよ。確認することができれば、ね、そのバイクを、ね、素性のいいバイクに調整することができますんで、そうするときっとねバイクのライディングもっと楽しくなると思います。今回ですね、実はバイクはまっすぐ走らないんだよと
というようなまあ解説になってしまいましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。また次回をお楽しみに。ではごきげんよう。